皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の24日15時17分、300万円の分ほどのその当時の、仮執行までの勝訴の判決の書類が盗まれているんですが、他の書類も一緒に入れてましたので、それも一緒に盗まれています。そのまあもともと借りた側の人間が住居移転していました。で、それを調べ上げて、どこに移転したのか、そういった内容の書類も盗まれています。つまり、費用倒れを狙っている可能性が非常に高い。で、その一連の内容として、その、まあ、他の人たちにもいろいろと責任があるような形にはなってるんですけども、ちょっと長いですけどね、このホームページ淡井圭介の履歴というものがありまして、その1番を、開けていただいて、こちらの、2024年、2月20日記載、まあ、この文章を入力すれば、まあ、この動画 YouTube で出てくるとは思いますけども、一時停止を押してもらって、もし文章を読み取りにくかったら、まあ見てもらったらいいかと思うんですけども、この8番のところ、まあここに同じような表記の仕方で、ナンバーを、8と打ってますんで、これまあ間違えることはないと思いますけども、まあこれ、徹底的にいろんな内容を掘り下げていくと、っていう部分がありますね。それ、見てください。ちょっと長いですけども、途中から昔からどういうふうなことがあったかっていう、それでも一部分なんですよ。まだそれだけでは足りない。他にもいろいろあります。だからその全ての全容が見えた時に、ああこれはもう本当に先進文明、終わるなと、日本で、ほとんどの人が、エネルギーの輸入が止まって、死滅するなと、まあこういうふうな結論になります。これだけ世の中がめちゃくちゃだったらもう絶対そうなります。歯止めが全然効いてないですから。いまだに今日の朝も春山聖子さんにテレビに向かって、こちらも起こされてますから、テレビに向かっていろいろと呼び出すようなことを言って、春山聖子さんがまた店開けていたと。結局エネルギーの残存量問題何も気にしてないから車で来てしまう。で、まあ、動画をこういうふうに撮影していて、さまざまな内容を、述べていて、まあ、春山整骨院に、人は来なくはなったんですけども、ちゃんと電気消して完全にクローズ状態だったら分かりますけども、ずっとですよ。私がテレビに向かって言うはもう通ってるんですから、それは兵庫区の警察官の人たちが来てテレビの画面、有馬警察署で僕に見せて、他の署の人たちが知ってるよっていうことを伝えてくれてますから、それも有馬警察署も言わなきゃならない。兵庫県警もできなかったらもうこれどん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 上が悪いっていうことになっていく。要件権も悪い、警視庁も悪いっていう話になります、本当に。だから昔も言いましたけども、有馬警察署で働いていた警察官の人も言ってはいましたよ、善意ある人たちは。有馬警察署が悪い止まりにしておかなきゃ、これ無理があると。まあ、先ほども撮影しながら防犯カメラとして、まあ、同じ2人組の老人女性だったんですけども、2人とも髪の毛染めていて、まあ、外で 何かあれこれ言ってるんですけども、その情報に、どれだけの価値があるのかとかを理解できてない。淡井圭介の履歴という膨大な情報とどういうふうに対応しなきゃならないかを分かってないから、やっぱり車で来て、そういった人間が正しい正解の答えを導き出せるかっていうと違う。テレビに出てる人間もコンピューターから言われた内容に反応してるから。違う違う。だからホームページ淡井圭介の履歴を見て覚えなさいってテレビ出演者の人たちに言ってるんです。で、明確にこっからここまでは絶対覚えなさいって、当たり前で覚えれること。
ね、石油の残存量なんか覚えれるんですから、簡単に。で、本当にこれ危ないんだっていう状況を理解したら、ちゃんと節約自分たちも仕事としてしなきゃなんないなにつなげていかなきゃなんない。これができてない人はやっぱりできてないんです。まあ、日々 YouTube にアップロードする内容を、警察の方でも、見ていただいて、特に大きな内容の事件関係とそのエロ業界の関係のところですね、そこをどうしっかりと断ち切っていくか、潰していくか、口座を差し押さえるか、まあ口座を差し押さえて土地建物、貴金属類、あとはそうそう車ですね。もうそれだけでもだいぶ溢れかえますよ、車の自動車の生産と見ても。以上ですね。先ほどの内容のところ、アクセスしていただいて、メイトをしてください。他にもいろんなものをアップロードしてますけども、これは僕らには関係ないかなって思ったとしても、聞いてみると、その淡井圭介を軸として、これだけいろんなビジネスが動いていたっていうところ、世界的に。そこまでの話が分かっていただけたら、まあよく分かると思いますし、あとは結構どこも建設業界なんですよ。映画業界に関しても、結局、その、レンタルビデオショップとか、まあ DVD だとか、その後有料番組だとか、そういったところにチェンジしていくことによって、まあ映画館にお客様がなかなか見に来ていただけない。もう作ってしまった後なんですよ。だからもう今更映画館がいるかっていうと、もう作る必要が全くないんです。だから、作るだけでも建物、の建設でエネルギーが消費する。で、それが老朽化した時に解体しなければならないからエネルギーが消費する。加工する時点でもエネルギーが消費していると。まあこういうことで、とにかく無駄をなくしていくと。まあそれが一番の重要な軸であって、全員が物事を見極めなければならない。実質的にはお金が動いてますから、建設業界の人間とかも、国からの仕事がなくなったら家のローンの返済だとか、結局そういうようなところで言い方が金優先の人間に変わってしまってるんじゃないですかということになってきます。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。実際はもう今の金額でその貸金年金利の5分でもう500万超えてると思いますね。平成21年ぐらいの判決で、まあ300万超えですからね。もうそれぐらいですね、どう考えても。以上です。